次はペンダントかなと思いまして、はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日はねこのちょっとモンスターチックなツリーを編みまして、というかですね、実はですね今これ、今私撮影の時これ先ほどできたものです。今日はちょっと訳あって、2本連続で撮影させていただいております。なぜかというと、あの天気予報見たらねめっちゃ雪降るっていう天気予報が出てましたので、ちょっと明るいうちに撮影した方がいいと思います。急ぎ、撮影している次第でございます。いやもうね本当にちょっとだから、はい、ハンドクリームもう一回塗り直しいや本当に冬になった途端ね、てきめんに乾燥肌じゃないですけど、カッサカサになってカッサカサになって、結構ね気なんて言うんでしょう、気をつけて保湿してね、ほら皆さん前あの私の手のことを心配していただいて、こう薬を塗って手袋をしてとかっていろいろ皆さんからアドバイスいただいてやってはいるんですけど、まあちょっと油断するとねすぐね、もう多分アトピーに近いんだと思うんですけれども、手湿疹がブワーッと出てしまう。まああれですよね、皆さん家事をしてる以上ね、もう逃れられない手湿疹って感じですよね。そういうなんていうのアレルギー体質の人はもう仕方ない状態なんですけれども、まあ皆さんにあんまり汚い手をね見せるわけにはと思いながら申し訳ございません、汚い手で。はい、じゃあ今日もやっていきましょう。で、これ突然アクセサリー作りたいやんつって作ったんですけど、これを見ててペンダントで全体的なネックレスっていうよりはペンダントトップを作って、でこう革ひもやりになんなりにつけるみたいな形のものができたら面白いかなという思いが出まして、本日もやって、あちょっと待って、はいはい、ごめん、そうそうそう、まずね、そう昨日の引き続きというか昨日の話なんですけど、これの編み図ってね書いてなかったですもんね、まずいと思って、だからまず1、2、まず編み図書いちゃいましょう。違うもう一発目から違う。まあこう鎖3つ立ち上がるんですけど、パプコーン編みします。パプコーン編みで、こっちもパプコーン編みです。5目のパプコーン編みですね。長編み5目のパプコーン編みします。でここから鎖編み1つして、ここに引き抜き編みで、またここの中に3つですね。3つ入れまして、で、ここで鎖編みして、引き抜き編みして、鎖編みして、引き抜き編みする。で、次は、ここに、2つずつかな。パプコン編みを2つ編んでは、隣に行って、もうパプコン編みの編み図の書き方が下手くそすぎて。はい。で、またここから鎖編み1つして、引き抜き編みして、鎖編み1つして、引き抜き編みして、鎖編み1つして、引き抜き編み。で、次はここが2つ。で、ここは1つ。で、ここは2つ。って感じですね。うん。で、また同じです。これの繰り返し。で、端っこ。ここだけはパプコン編みが2つ入って、真ん中の方は1個ずつ入って、端っこは2個入って終了と。で、ひっくり返して最後、まあ、もしね、あったら、黄色いのがあったら、ここにパプコン編み1個編んで終了っていう風な、そんな、たださだそれだけの編み図でございました。はい、取り急ぎね。はい、取り急ぎ、やりましたと、さと。で、はい、本日なんですが、よいしょ。はい、レース、前回編んだね、この黄色の、
黄色というか金色のね、レース糸の他に白の見つけたので、白に同じビーズいっぱい通しておきました。で、本日はこれでペンダントトップの方をちょっと作っていきたいかなと思います。で、まず6目で輪を作りますか。だから、細編みを6目編みましょう。1、2、3、4、5、6目目を拾って、まず円を作りましょうと。円を作ったら、鎖編み1つして、根元にまず細編みを1つ編んで、ここにビーズね、5個ぐらい入れようかなと思うんですが。1、2、3、4、5。ここぐらい入れて、キュ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 ッとして同じとこに細編みをもう一個編もうかなと。でまた隣に細編み一つして、でまた5個、これをね6目分やります。はい、で6個、1、2、3、4、5、6、ビーズ5個入れたの6個作ったので、一番最初ですね、編み始めに針を通して、はい、いました、よいしょよいしょ。でこのブレスレットの時もそうなんですけど、ビーズ入れたのって裏側の方が綺麗に見えるので、裏重視で編んでいこうかなと思います。でこれでまず2目ぐらいかな、立ち上げて、このビーズ5目のうちの2個目と3個目の間、2個目と3個目の間に針を入れて、長編みを3つかな、よいしょ、はい、長編み3つ入れます。で、はい、鎖編み2つして、今度この3個目と4個目の間ですね、3個目と4個目の間に入れて、長編みをまた3つ、こういう模様になるかな。でこれを6個分、また隣の2個目と3個目の間に針を入れて、はい、長編み3つ、鎖編み2つ、で3個目と4個目の間に針を入れて、で長編みを3つ、これをぐるっとやっていきたいかなと思います。はい、一周してきましたので、一番最初のこの鎖編み2目の立ち上げのところをちょっと取って、ちょっと目数多かったかな、ちょっと2目でもよかったかな、長編み2目ずつでもよかったかなともちょっと思いますね。まあなんとかなるか出た出たよ、なんとかなる現象。はい、こう白っぽいビーズと白い糸っていいですね、なんかね。あ、でもこれだったら表の方とか可愛いか。はい、じゃあこれでいこうかな。で今度1、2、3目で立ち上がって、ここで立ち上げてくるっと回そうかな。今度逆、後ろ、表裏逆にして、でここ隣、このね、隣のまあだから逆方向に行くので、ちょっと戻るって感じのところに細編み入れまして、でビーズ1個入れては鎖編み、よいしょ、
はい、ビーズ1個入れては鎖編み、ビーズ1個入れては鎖編み、これを5目分、ビーズ5個分ですね。ビーズを5個分鎖編み5目編んで、鎖編み5目編んで同じところに細編みしようかな。で、1,2,3 目編んで、この全体をすくってかな。ちょうどこの長編み3目と長編み3目の間の全体すくって細編みして、また1,2,3目編んで、次の鎖編み2目のところ拾って細編み。また1,2,3目編んで、ここの下のところにを拾って、はい、引き抜き編みと。裏を返すと、キランキランと。こういう状態になるかなと。ちょうどね、季節が季節なので、雪の結晶ってのでどうですかね。直近しましょうと。で、糸始末しましょうと。で、ちょうどこのね、ビーズ入ったここら辺に紐通してしまえば。これにね、かっこいい紐とかチェーンとかつけたら、すげえかっこいいと思うんだよな。別に難しいことは一切やってないんですけれども、もうこれだけでね、形になるという。まあ、アクセサリーなのでね、ほどけてくるの心配だったら、よいしょ、こういう仕上げリキッドで固めても OK ということで、サクッといきましたねって言いながらも、まあ、これあのレース糸なのでね、細い分だけやっぱり目数は多いので、なんだかんだの30分編みでございましたが、まあちょっと明日に備えてですね、本当にね、天気予報だとね、崩れるみたいなので、ね、北海道とか、よいしょ、北国の皆さん、十分寒さに備えましょうということで、で、風の方も流行ってきておりますので、いや、これ可愛いと思うんだよな、自画自賛というか自己満足なんですけど、可愛いと思うんで、これになんか素敵なね、今ここにはないけれど、ないのでちょっとないので、どうしようかな。本当はね、革紐とかの方がかっこいいと思うんですよね。まあ、こういう形でペンダントトップってのはいかがでございましょうという、そういう案でございました。はい。なかなか素敵だと思います。雪の結晶ですね。雪の結晶をペンダントトップと申しましょうか。命名いたしましょうか。雪の結晶系でございます。雪の結晶は六角形ですからね。はい、それではまた明日また違うことをやっていこうと思います。じゃあ